リクシーチックスのライブでのセットリスト。曲名の左に、キーが併記されている。応戦下の2曲は、アンコールの曲目セットリストは、音楽アーティストやバンドがコンサートを行う際に、演奏する曲の一覧を順番に記した文書である。略称は、セトリ転じて、そのコンサートで演奏される曲名やその順序のことを、セットリストと言ったり、刑事用のボードを、 セットリストボードと呼んだりすることもある。セットリストはコンサート中のアーティストが演奏する、曲目とその順番を確認するために用いられ、開演までに作成されて、舞台上のアーティストの目につく位置に貼られる。アーティスト自身やスタッフによる手書きの場合もあれば、プリントアウトで作られることもあり、用紙も一般的なものから厚紙、ラミネート加工されたものまで様々である。 これから派生して文書そのものではなく、コンサートにおける選曲や曲順のことをセットリストと呼ぶことが多い。多くの場合、コンサートツアーにおいては、最初から最後まで同じセットリストが使われる。すなわち、どの会場のどのコンサートでも同じ曲目が演奏されるということである。しかし、アーティストによっては、必ずしもこの限りではなく、 同じツアーのコンサートに何度も通うような熱心なファン層はコンサートごとにできるだけセットリストが変わることを楽しみにしていることが多い。このようなアーティストの場合、セットリストの中に数曲分の空きを作っておき、その空き部分ではコンサートによって別々の曲目を入れ替えて演奏することがある。同じ曲を2公演連続で演奏しないことを 約束しているアーティストもあり、またブルース・ホーンズ・ビリのように、セットリストをあらかじめ決めておかないというアーティストも存在する。このようにコンサートごとにセットリストを変更するアーティストの場合、実際に演奏された曲目をコンサートごとに掲載しているウェブサイトがある。ブルース・スプリングスティーンのコンサートでは、来場したファンが、 直近に演奏された曲の情報を定期的に携帯電話の電子メールで外部の友人に送信し、それを受信した友人がリアルタイムでインターネット上の掲示板にセットリストを書き込むという例もある。このような役割を担当するファンのことをセットリストコーラーと呼ぶ。また、アーティストによっては終演後にそのコンサートのセットリストを会場内に掲示したり、 自らの公式サイトに過去のコンサートのセットリストを掲載していたりすることもある。ファンにとってセットリストへの興味は大きいため、本来の意味で言うセットリストの実物はしばしば価値のある記念品となる。コンサート終了後に舞台に登ってセットリストを剥がしたり、ローディに頼んだりして入手するファンもいる。あるいはローディ自身がセットリストを確保して、 イベなどのオークションサイトに出品することもあり、ジミー・とト・ワールドのイギリスツアーの際にセットリストや、ピックが売りに出された例がある。買い手は大抵その公演の観客であることが多い。こうして、セットリストの実物が公になると、本来演奏されるはずだった曲目が判明するので、実際に演奏された曲目と対照して、違いを見つけることもできる。 この曲目の違いのことをアメリカンフットボール用語からオーディブルという。ありがとうございます。